こんにちは、ステイフィールのタラです。今回は、土砂災害警戒区域とその周辺知識、あと最後に注意点についてお話していきたいと思います。私は鎌倉市を中心に不動産をやらせていただいているんですけども、鎌倉市は山が多い地域なので土砂災害警戒区域に該当している地域が多いんですよね。そして先日隣の市である逗子で土砂崩れが起こって、高校生が巻き添えになってしまったという痛ましいニュースがありました。ちなみに土砂災害は全国で年間1000件以上発生していて、神奈川県では71件も土砂災害が発生しています。なのでこれを機に勉強しなければいけないと思いますので、この動画を見ていただければと思います。そもそも土砂災害警戒区域とは何なのかということについて、定義されています。旧傾斜地の崩壊等が発生した場合に住民等の生命または身体に危害が生じる恐れがあると認める地域であり、土砂災害を防止するために警戒避難体制を特に整備すべき土地の区域ということですね。で、要するに土砂災害が発生する恐れのある区域ということです。で、一方土砂災害特別警戒区域というものもあります。これは先ほど説明した土砂災害警戒区域よりも危険である区域になります。で、土砂災害警戒区域はイエローゾーン、土砂災害特別警戒区域はレッドゾーンって言われたりしています。で、これらに定められている地域は土砂災害が発生しやすいという地域なんですけども、土砂災害の種類については3種類ございます。で、まず1つ目は土石流といって、山とか谷にある土とか砂が雨とかの水と一緒になって、ドロドロになって、それで麓になだれ込むというような現象ですね。二つ目は地滑りです。その名の通り地面が、広範囲でずらっと滑り落ちていくような現象ですね。家とか木とかがそのまま地面ごとずらっと、滑り落ちていくような現象です。で、三つ目が崖崩れです。急な、斜面とかの、土とか砂とかが、突然崩れ落ちていくような現象のことですね。以上の3種類が土砂災害なんですけども、先日逗子で土砂崩れが起きて道路脇を歩いていた高校生が巻き込まれてしまった、ケースっていうのは、土砂崩れに該当します。その崖崩れが起こってしまった場所は、もちろん、土砂災害警戒区域に指定されていました。で、その事故が起こる前の写真がこんな感じですね。ちょっと確かに危なそうですよね。で、この道は小学生とかが通学で、通ってたみたいですね。で、なぜ起こったのかというと、日経 XTEX さんの記事によると、京都大学防災研究所斜面災害研究センター長が、このように話しております。この斜面は240万から400万年前の地層からなっていて、比較的若い深海の堆積物が急速に隆起した丘陵だと。固結度が低いため、風化部分は脆くなり崩れやすかったのではないかと推測しているということです。いつ起きてもおかしくない状況だったということですね。で、今回事故が発生した場所は逗子っていうこともあって、隣の市であるということなので、鎌倉市でもいつ災害が起こるかわからない状況だと思います。いつ崩れ落ちてくるかわからないし、上を注意しながら歩くことも毎回はできないと思うんですよね。でも未然に防ぐために、自分の住んでいる地域とか、いつも通っている道とかが、どのあたりが土砂災害警戒区域に含まれているのかを確認する必要があると思うんですよね。そこで土砂災害警戒区域がどこら辺の地域に該当しているのか、どこでわかるのかというと、次のサイトを見ればわかります。土砂災害警戒情報システムですね。では実際にどんなもんか見ていきましょう。で、パソコンの画面に映ってきました。はい。で、先ほどの、土砂災害警戒情報システムと入力すると、一番上のところをクリックすると、神奈川県ですけども、情報ポータルが出てきましたと。で、これをクリックすると、はい。で、神奈川県が出てきましたと。で、ちょっと鎌倉市を見たいので、ちょっとズームアップしていきます。はい。細かくなってきました。
で徐々に黄色いのが出てきましたね。で、ここの黄色い部分っていうのは、土砂災害警戒区域に該当してますよっていうような印ですね。で、まあ、鎌倉市の中心には山とかがないので該当してないんですけども、この周りの部分はもう山なので、まあ結構広範囲で指定されている状況ですね。はい。でここにちょっと赤い部分があると思うんですけども、これはレッドゾーン、まあ先ほどの土砂災害特別警戒区域に該当している部分です。二階堂とか浄明寺とかが、かなり該当していますね。ちょっと注意が必要です。てな感じで、まあこうやって自分が住んでいる地域がどんな状態なのかとか、歩いている、まあ、鎌倉駅までの、道筋のところで該当しているのかしていないのかっていうのが、確認できます。はい、以上です。最後に土砂災害警戒区域内の注意点について3つありますのでご説明いたします。で1つ目は建物に対する規制です。土砂災害警戒区域、いわゆるイエローゾーンには、建物に対する規制はないんですけども、土砂災害特別警戒区域、まあ、レッドゾーンについては、規制があります。これから新築とか改築とか増築をする建物について土砂災害を防止するための基準がちゃんと満たされていますかっていう基準がありますので注意が必要です。例えば基礎の部分は壁と一体となった、鉄筋コンクリートでないとダメですよとか、土砂災害が起こった場合に、受け止められるぐらいの耐久壁を備えなければならないですよとか、いうことがあります。で、二つ目は保証についてですね。家っていうのは私有財産なので、仮に土砂災害が起こったとしても国からの保証は出ないんですよね。土砂災害にあっても自己責任で再建する必要があるんです。で、しかし、火災保険と水災保険のプランに加入しておけば再建費用に充てられる可能性があります。土砂災害っていうのは水災に含まれているので、水災保険から、保証が出る場合もあります。なので火災保険を契約するときにはまあ注意して、契約した方がいいと思います。で、3つ目は移転勧告についてですね。これはレッドゾーンである土砂災害特別警戒区域に当てはまります。ただし今は土砂災害警戒区域だとしても、実際調査をしてみたらレッドゾーンだった、っていう場合は、勧告を受ける可能性があります。もし移転勧告が通知された場合でしたら、住宅金融公庫の融資とか地域建設等危険住宅移転事業による保証が出る場合もあります。以上が土砂災害警戒区域についての動画でした。今回もご視聴ありがとうございました。